さあということで本日の動画はですね、プロクサ野球米ちゃん珍プレー好プレー特集ということでね、ちょっと米ちゃんの今までの動画にはない感じの、動画にはなると思いますが、これまでの米ちゃんの好プレー、そして珍プレー、いろんな動画が、混ざってますので、ぜひ皆さんこの動画最後まで見てください。それでは見ていきましょう、ベイちゃんの珍プレー好プレー一挙公開。まずはやはりベイちゃんといえばエースピッチャーのエータ、エータのすごいところっていうのはもちろんね、球も速いんですけど、この変化球、これもキレキレ、スライダーが特に切れてるんでね、めちゃめちゃいいボールなんですけど、その中でもこの日のエータのストレートは走っていました。3イニング投げてなんとノーヒットで5奪三振。そして次のボール、このボール、このボールがなんと後ろで橋本がスピードガンで計測していたところ150キロだったということで、ベイちゃんに入ってさらにスピードが上がっているエータ、ナイスピッチング。さあ次の動画は、ベイちゃん初ということで、おそらくこれがベイちゃんの公式戦、初の公式戦、初戦ですね。懐かしいですね、千葉メテオさんとの試合、その大事な初戦をなんと先発ピッチャーエータではなくテッタが先発だったんですよね。でまだピッチャーとしてコントロールが定まってなかったんですが、しっかりと試合までに合わせて調整してくれて、フィールディングも素晴らしい。これガッキーめちゃくちゃ足速いです。懐かしい試合です。やはりテッタといえばストレート、それからカットボールのコンビネーションね、素晴らしい。そしてこの日はエンドレスコバがショートでスタメン出ていました。そしてセカンド海星、ショートコマの素晴らしいダブルプレーも、これも好プレーです。ベイちゃんの初の公式戦ですね。そしてその試合ライトで先発で出たチカヤがこの当たり、この打球の音といい素晴らしいバッティング、カヤがまず公式戦初安打、初二塁打を放ちます、初打席で。そして次の打席二三塁のチャンスでまた似たような打球をしっかりとレフト前に2点タイムリーヒット。この日はほぼチカヤのおかげで勝てたような試合でした。続きましての動画は衝撃のホームランとなります。それがガッキー、ガッキーがベイちゃん加入して最初の公式戦2試合目ですね。これは豪快なバッティングでした。入って間もなかったのでね、衝撃がやっぱすごかったですよね。ぜひこのスイング、この時のバッティングね、今もまた結果を残してくれることを監督として待っております。この試合は一度騒然とした。インフルエンサー枠の全ちゃん、ちゃんとした球場でこの当たり、なんとこの全ちゃんの打球がぐんぐん打球が伸びて場外ホームラン。なんと全ちゃん、ベイちゃんでの初安打が場外ホームランと、ナイスバッティングです。素晴らしいホームランでした。続いてが重量打線ということで、ベイちゃんといえばやはり長打力。まずはこの東京ユニコーンさんとの最初の練習じゃエピソード1の時ですね、まずはラギが特大ホームランを放ちます。そして続く田上、この当たりいいですね、力のない力感のないスイング、弾丸ライナーで2者連続ホームラン、5番ラギ、6番田上、この打順でしたね。そしてこの時の海星が最終回
この変態イブスイング、ボール球なんですけど、やはりあのインのヘッドが立つんでね、ヘッドが走るからこそここから飛ぶんですよね、当たればナイスバッティング。この日1試合3ホームランというベイちゃん重量打線。そして次の動画は1試合4ホームラン。まずはマルコ、木製バットで左中間を深々とホームランです。そして続くバッターはマッスー、この当てただけだったんですが弾丸ライナーで突き刺さります。 A ちゃん2本目。続いてバッターは高見、これも力感のナイスイング、これもかなり飛んでおります。3本目のホームラン。そしてなんとなんとマルコ、この日2本目のホームランは、センターが一歩も動かないホームランということで会心の当たりでした。ベイちゃんこの日は1試合4ホームラン。はい、続いての動画はこれは珍プレーになりますね。この相手のバントがなんとプッシュバントでもないのにレフト前ヒットになってしまったんです。もう一度見てみましょう。見てください、いかに今の草野球のバットが飛ぶバットなのか、これが証明されたようなこの打球、バントがレフト前、そりゃスイングしたらスタンド入りますよ。はい、バットのシンカーに驚きを隠せないこのバントのシーンでした。続いての動画もこちらも珍プレー、キャッチャーの翔太、守りの要であるこのポジション、翔太は普段デッドボールも多いんですが、守っていてもこのようによく体にボールがなぜか当たっちゃうんです。どうしてなんでしょう。翔太がいると必ずボールが体に1試合に1回は当たってしまう、高級だったら大事でした。応急処置をして翔太は元気にこの後試合に戻りました。続いての動画、これはもう珍プレーと好プレー両方ですね。翔太のまずこの打席、この当たり食らいついてファール、粘って、この日確か翔太が5番バッターの時ですね、この当たりがライトの前にポテンヒット、この間に翔太は一気に2塁まで進みます。スライディングでパチャンスを作りますが、何をこんなに叫んでおるんだ翔太いいんですよね、あれでいいんです。翔太は続いては胴打ですね、これキューブリーグの試合ですね。この日胴打が三振と、それからまあ凡打が多く、まあ、このねラッキーなヒットのみで胴打のいいとこがなく、確かこれは2試合両方スタメンで出た胴打最終打席、そしてベイちゃんが負けている時にこのスイング、なんとこれが逆転スリーランホームランとなったんですが、ヘルメットは投げるわ、雄たけび上げるわ、どうだナイスバッティングだったんですが、この後です。もう翔太とそっくり、翔太とどうだは一緒です。その後はハグさあここからは最後ですね、やはりベイちゃんといえば好プレー、もう上手い人間が揃ってるんでね、ここからは好プレーどんどん見ていきましょう。まずはキャッチャーの鍋のこの素晴らしい反応、スライディングキャッチ、さすが鍋かっこいいですね、見せてくれますね鍋は、今後も見せていってください、期待してます。このプレーは元プロと言わざるを得ない、このビッグプレー見てください。ライトに入っている岸里、このヒットゾーンの当たりをライト岸里がかっこいいスライディングキャッチ、見てください、綺麗ですよね、かっこいいんですよね、やっぱ見せるプレーってこういうことですよね。足も速い強肩の岸里、素晴らしいプレーでした。続いてはガッキー、ガッキーといえばこのパワーね、これも詰まりながらのホームラン、これがかなり魅力ではあります。しかし本当のガッキーの魅力はここなんです、
このセーフティーバント、このめちゃくちゃねいいところに転がしてるわけではない普通のバントなんですが、ガッキーなら悠々とセーフになっちゃうんです。これがガッキーの良さ。そしてガッキーがセーフティーをするとチームが盛り上がります。そしてここもこのバントもめちゃくちゃ絶妙なバントってわけではないんですが、ガッキーの足なら余裕でセーフ。ガッキーまた期待しています、セーフティーバント。やばい！